ちゃん。おはよう。今朝はまだ寒くてですね、窓に結露してますね。こうかな、ちょっとずらしたりとかしてね。お花がここにいるといいか。ちょっとこっちを渋めにしよう。こういうやつかね。このね、赤いぼんぼりみたいなやつがなかなか言うことを聞いてくれない。ちゃんの下にこれを入れます。はい、ここに。これも置きたいんだけど、ちょっとポンちゃんのとこに置きたいので、これね、こちらだったらここがいいんだけど、わかった。ポンちゃんに、昨日段ボールから発見したこれを用意しましょう。ポンちゃん理解してくれるかな。これ乗ってた時期あった。君が湯たんぽってことはね。これがまた随分硬いんだね、この電源が。そうなんだ、変な形してるんだよね。方向がどうしても取れない。させる場所がない。よいしょ。これを抜いて。よいしょ。これはオンオフないんだね。入れたらもうついちゃうことだね。はい。入れたところでパチパチできる。そうか。そういう電源タップにじゃあ刺さないといけない。ポンちゃん、まだ暖かくないね。ポンちゃん、暖かいのを用意しましたけども、ごめんね。飾らせてね。はい、これで
点は今日のアレンジメントを終了します。どこくないの？裏表はないよね、一緒だよね。時間かかるのか。時間かかるのか。問題は電源だね。これ一個一つかますか。じゃあ後ろばっか見てんね。ぽんちゃん、あったかいマット手前に置きましたけど、気がついていただけませんか。ぽんちゃん、はいで、はいで、はいで、ぽんちゃん、ぽんちゃん、ぽんちゃん、はいはい、そのうち気づくかな。はい、座った。ポンちゃんはどうも座ってくれませんが、ジャン君は座りました。だってポンちゃんは温かいの別に好きじゃないんだもん。ポンちゃん何度もここを通過しましたよ、ポンちゃんは。ジャン君、ここを覚えてですね、ノートの上に乗らないようになったらあなたは素敵です。ジャン君、
なに暖かくない。まあ、乗ってるとね。覚えてください。はい、仲良しになってきましたね。ちゃんくん、そこあったかいの覚えてくれましたか？覚えたね。あったかい、あったかい。いい感じ、いい感じ。ね、熱くなりすぎないとこがいいよね。マックだとさ、めっちゃ熱々になるもんね。ちゃんくん、いい感じだね。ジャン君はすっかりこのホットカーペットを気に入ってくれましたね。よかったね。どうですか？あったかい感じしますか？いいね、ポンちゃん。いいね、あったかいね、ポンちゃん。気づいた？お、あったかいじゃん。どうなってる？好評です。これでちょっと横にずれてるから仕事もできます。はい、ファンちゃん。いい子だ。背中ちょっとひんやりしてる。そう、ファンちゃんいつもひんやりしてるの。だからねって言ってね、ブランケットのせるときに。はい、大成功。